みんな、ついに私も鬼化したわ。鬼化した私のことが可愛いと思った人は、葵ちゃん可愛いってコメントしてね。ついに葵も鬼化したか。素晴らしい同期だ。これで俺たち同期カップルも全員鬼化したな。せっかく葵も鬼化したし、カナオやネズコも誘ってトリプルデートにでも行こうぜ。それはいい考えだな。みんなで遊園地にでも行くか。いや、鬼化エンジョイすんなよ。というわけで早速遊園地に来たぜ。今日は楽しもうね、炭治郎。みんなでこうやって遊びに来るのも悪くねえな。いろんな乗り物乗ろうね、善逸くん。せっかく来たんだし、みんなでパーッと遊ぼうぜ。こうやって伊之助さんやみんなと遊べて嬉しいです。あれー、かまぼこカップル勢揃いじゃない。みんなお揃いでどうしたの。今日はこの遊園地で我々次国ブラザーズのお笑いライブがあるのだ。よかったらみんなも見ていってくれたまえ。いや、次国ブラザーズ現れた。せっかくみんながデート楽しんでんのに何邪魔してんだよ、お前らは。お笑いライブだかなんだか知らないけど空気読めよ。さすがに炭治郎たちも怒るぞ。てめえら、俺たちのデートの邪魔してんじゃねえぞ、こら。俺たちかまぼこカップルの絆を引き裂くつもりか。あ、これ以上邪魔したらただじゃおかねえからな。いや、想像以上にブチ切れてる。あれ、かまぼこカップルの皆さんじゃないですか。全員でトリプルデートですか。俺たちも柱カップルでダブルデートに来たのだ。まさかこうして休みの日にみんなに会えるなんてね。ほんと変な偶然もあるもんだぜ。いや、みんなデートしすぎだろ。お前ら揃いも揃ってデートしすぎだろ。なんで休日と遊園地にカップル大集合してんだよ。おとなしくステイホームしろや、バカ野郎。休日にみんなが何をしようと個人の自由だろ。お前こそなんで一人で遊園地にいるんだ。いや、それはあんたもだろう。